秋田県鹿角市。ここに縄文の祈りの施設大湯環状列石がある。遺跡を構成する万座環状列石は直径48メートル、野中洞環状列石の外側の円は直径42メートル、それぞれの円は中心部分の排石を含めて三重に規則的に石が置かれている。長い間日時計ではないかと注目を集めたこの遺跡は、調査によって縄文人の墓地であり祖先崇拝の祭祀の場所であることが確認された。この大湯環状列石の隣接の遺跡から祭祀用の建物と思われる六本柱の建物や四本柱の建物などが発掘されている。一つの環状列石を形作るために必要な石は 2,3000 個、そのほとんどが美しい緑色の石英で、遺跡から4キロ以上も離れた阿久谷川から運ばれている。縄文人はなぜ美しい緑の石にこだわったのだろうか。周囲から集落の跡が発見されず、大湯環状列石と同じように縄文の一大葬祭センターであったと考えられている遺跡がある。その一つ、秋田県鷹巣町の伊勢堂隊遺跡。この中の列石 A と呼ばれる遺跡は、緩やかな斜面を土木工事で削り、円形の平坦な台地を作り出している。直径30メートル、半径25メートルの卵型に約1500個の石で石の輪が築かれている。発掘に伴い様々な遺物が確認されているが、今のところ生活施設は見つかっていない。すぐ隣の列石 C では現在も発掘が行われている。鷹巣町の伊勢堂隊遺跡と同じように斜面を削り平坦な台地を作り出している遺跡に、青森市の小牧の遺跡がある。直径35メートルの外側の円、その内側に直径29メートルの円、そして中心部の 2.5 メートルの円。石の組み方には、三内丸山遺跡の六本柱の間隔で発見された縄文尺といわれる 4.2 メートルの基準があることが分かっている。ここもまた遺跡の近隣から生活施設の遺構が発見されておらず、曹操や祭祀のためにだけ作られたものと考えられている。これらの縄文の広場では、祖先や死者への敬虔な祈りや自然の恵みに対する感謝、そして病気や天災などを除くためのまじないなど、多くの祈りが捧げられたのだろう。